新人さんいらっしゃい。さあこんにちは、始まりました。はい、アシスタントの吉田奈緒です。よろしくお願いします。今日は一体どんな新人さん来るんでしょうかね。ちょっとちょっとちょこんなコーナーありましたっけ。とりあえずやってみてるだけなんだけど。やってみてるだけ。始まったの。始まったんですか。何も聞いてないんですけど。いや、とりあえず、はい、今日はね、ユン、はい、のこの新しいレギュラーとなる新人さんを紹介するということで。レギュラーとなる新人さん。はい。聞いてないです、全く。あら、本当に、ま、ダチョウ倶楽部並みに何も聞いてないの。くるりんぱ一応なんかこう浅い引き出しは持ってるな。徐々に力つけてきてるな。そうですね、はい、じゃあちょっと連れてきてくれる。わかりました。じゃあ向こうにスタンバイしてるから。向こうですね。はい、はい、コミカルさんお願いしますよ。新人さんいらっしゃい。一体どんな新人さん来るんでしょうか。はじめまして。ではそちらに、はい、それではお名前とお年をどうぞ。はい、神奈川県から来ました読売テレビ新人アナウンサーの増井渚です。23歳です。よろしくお願いします。わーすごいね。なんかやる気が見えるというか、ね、新人でいきなりこの番組やらされるっていうのもちょっとかわいそうな気がするけど。マグネームが多いんです、この番組。気をつけてね。気をつけてね。そんな厳しい番組ですけども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。はい、さあ一応ですね、読売テレビのアナウンサーになったからには、うん、目標とする人、憧れている人、ね、いると思うんですよね、うん、はい、ちょっと聞いてみたくない。あ、そうですね。ね、じゃあ目指すアナウンサーは誰でしょうか。脇浜アナウンサーです。えなんで、えじゃない、すごい、えってことはないです。脇いっちゃうの。そう、今ニコ生でもよく鳥人間コンテストの前日に放送したりとか、はいはいはい、24時間テレビのイベントでやったりとか、うん、長い間を4時間くらい一緒にニコ生をやってるんです。なるほど、そっか。たださっき打ち合わせで、うん、じゃあ脇浜アナウンサーでいいですって言ってました。さあそんなわけで、はい、彼女が一体どういう人なのかっていうのもちょっと興味ありますよね。そうですね、今手元にですねプロフィールが届いているんですけれども、はいはい、まあ、まず気になるのが、うん、水族館巡りが好き。はい、大好きなんです。ほう、魚が好きなの。そうなんです。やっぱり関西に来てるから、はい、関西三大水族館は網羅してて当たり前だもんね、はい、うん、海遊館は3回行きました。海遊館だけ2、3回行きました。え、あとは、あとは、あとはまだまだです。これからです。まだなの。スナーとかちょっとまだですね。京都市水族館ね、ね、あれ巡りっていうか、それただに海遊館好きだよ ね、 ね、確かにね。それからもう一つ気になるのが、これだけは誰にも負けたくないってことは何ですかっていう質問に対して、うん、負けず嫌いのところ。本当にもう死ぬほど負けず嫌いだったんですよ。ここはっていうところは負けたくないっていうのは。ここはやっぱその水族館好きとか、うん、水族館好きよ、ね、結構負けてるって思うよ。ほぼ負けてるよ。なんだったらこの2人の方がいろんな水族館に行ってる感じあるしね。ロケとかで行ってるかもしれないですけど。これはまさにスイーツ界の